オーブンから出てきたのはこんがりと焼き上がった食パン。焼き食パンです。厨房に明るい声が響き渡ります。札幌市西区琴似に明日オープンするパン店です。パティシエが作ったパンが売り文句。石川県の会社が全国展開する食パン専門店のフランチャイズ店として北海道初出店です。まずパン作りでは本社から取り寄せた生地を解凍、発酵後スチームオーブンでプリンを焼くようにじっくりと焼き上げます。無事こうやって焼き上がってくれると本当に可愛いなと思います。このパン店、運営に手を挙げたのはパンとは無縁のとある製造メーカー。3頭の馬がトレードマークです。パン以外でしたね。ちょっと待ってください、ごめんなさい。102年の歴史を持つ老舗企業、小樽市の三つ馬です。半導体の製造現場などで使われる特殊な靴を作っています。主力のゴム長靴はすべて中国の工場で生産していて、やはり新型コロナの影響を避けられなかったといいます。今回のコロナの影響で工場の方々が一時休止になってしまったりですと、生産が滞ってしまったっていうのもありますし、リスク分散という意味も含めて今回の食品事業部というところになりました。看板メニューは2種類の食パン、厚切りトーストがおすすめの焼き食パンと、もちもち食感が特徴の生食パンです。生食パンには道産生クリームと蜂蜜が使われています。いい香りがしますね。ほんのりとした甘みがあって耳まで柔らかく食べられます。非常に独特の味と食感がありますので、毎日毎日、食べたくなるようなそういうパンをこれからもご提供して喜んでいただけたら嬉しいなと思ってます。新事業に乗り出した長靴メーカーが始める食パン屋さん、オープン記念で明日は全品100円引きです。